おはようございます。今日は2月16日、はい、土曜日、朝から。これはチキンですね。タンドリーチキン、スパイスの効いたタンドリーチキン。はい、これを今から串に刺して炭火で焼いていきます。スパイスに漬け込んであるのでしっかり中まで入り込みます。このスパイスが食べると風邪の引きにくい、免疫力の強くなった体になります。冷え性予防にもいいと言われています。スパイスの効能でこれから始まる花粉症にもいいと言われています。金のスプーンおすすめのマサラプレミアムカレー、赤木入りのマサラプレミアムカレーとこうタンドリーチキンのセットで食べていただくと、花粉症にお困りの方すこぶる効果が出ますので、ぜひとも試してみてください。詳しいことはお店の方まで問い合わせお待ちしております。注文ください。